発見しました。ノープラン、ね、視線置くところ、すずいるかな、すずがいるかな、ピンチされてる、めっちゃ嬉しい。今日業者日を終えてホテルにやってきました。で、ね、今日はホテルがクインテッサホテルっていう、そのインテックス大阪の隣のねホテルをちょっと取ったんですよ。でもめっちゃ格安プランで取って、すごい安かったんだけど、なんかめっちゃ綺麗だったから、ちょっと初めてのルームツアーをやってみようかなと思います。ホテルのね、玄関がまず超広いでしょ。で、玄関入って見て、この廊下やばくない？で、歩いてったらこっちにクローク、かわいいでしょこれ、お気に入りのコート、めっちゃかわいい。クロークあって、おトイレ、おトイレも広いね、広いし。で、謎の空間がここにあるでしょ。で、なんかここにすごいでっかいカメラ、でっかいカメラがある、はい、で、ここが洗面台、見て、洗面台めっちゃ広いんだけど、すごい、超感動。じゃじゃん、うわ広ー、いや広ー、風呂、普通にさ広々疲れるレベルじゃんこれ。そんないい匂いする、めっちゃいい匂いする。そしてこっちがお部屋ですね。じゃじゃん、はい、なんとこの部屋にですね、もう一人ですよ。もちろんなんかお一人様格安プランみたいなのも書いてあって、フラミンゴ、馬、ダックスフンド、ペンギン、何これ、これ何、これ何ですか、ちょっと待って、これ分かった人いたらちょっとコメントで教えてほしい。でもベッドがね2個あるんですよ、1個使わないのに。さ、お、待って、オーシャンビューやん、オーシャンビューだ、めっちゃ綺麗、夕日が出ている。簡単なルームツアーでした。遠すぎ、明日、土曜日でしょ、で日曜日本番なので、今日はねちょっとサングラスアイドルの先輩方とご飯なんで、まあ行って早めに寝て備えようかなと思います。初めての大阪フィッシングショーだからめっちゃ楽しみ。今日業者日だからあんまり撮れなかったんだけど、まあ明日午後時間が空くので、明日明後日のどっちかでちょっと会場の動画を撮ろうかなと思います。リングスターブースでーす。じゃじゃーん、プロビビーチとコラボレーションフィッシングにおいて最高のコンディションをサポートする。今からトークショーとインスタライブを同時にやって、その後抽選会をやるので、ちょっとその様子を撮っていこうかなと思います。カレンさんとコラボをいたしまして、限定カラーで2色のボックスを出すことが決定いたしました。ありがとうございます。お兄さん卒業いたしました。どうも、三宅です。あら、なんか車買ってませんでしたっけ。同じ車でしたね。ラブボーイですもん ね、 やめてほしい、本当に。ちゃ、ね、パーキーのね、しかもカスタムしてるんですよ。え、カスタム、新車、新車をやめても、もういろんな人脈を使って、納車の時点からバリバリにこってこって、しかし TRD つけた、僕、私あれつけようと思ったもうやめた。いや、もうやめたんですよ。何気に絡んだことなかった。いや、そうなんですよ。またなんか機会あったらまたぜひ。はい、来る気にします。そうです。ちなみに今日の衣装に関してなんか一言ください。
声かけようかな。ミッチー、ミッチー、やべー、ありがとう。ミッチー、あ、すいません、あ、写真を撮ってほしいらしいです。あの、エバーグリーンのジン、なんかミンジンです。よろしくお願いします。ミッチーはのレイゴの仲良し。一応エバーグリーンのミッチーです。レイゴの仲良しのおじさん。そうっすね。いつもレイゴの仲良しのアッキーさん。ねえ、なんかでも、そんなね、視野を落とし、ないのかなって。さっきから早く喋ってるぐらいの合ってますけど、はい、あ、ブンちゃんいないんかな。あ、ブンちゃんね、あっち側に、あれ、どっち側かって言ったよ。理由があるぞ。いや、もうね、ブンちゃん、あいに、あら、チャイニー、そう、チャイニー、ニーハオ、ニーハオ、ニーハオしか言えません。お久しぶりのブンちゃん登場していただきました。あ、そっか、動画では久しぶりだね。そうだね、意外と合ってるけども。そうなの。あら、はい、いいね、いいんですか、フルブッキングに参加してもらって出てくださいよ。あの、未だにあの、ブンちゃん家に泊まりに行く、あの、そうだよ、願望が叶えられてない。多分あんまり好きなんじゃないと思う、私。なんでさ、そんなこと言うんですか。いや、でも、バッツリ教えてもらいたい。あ、やりましょう。都でも、私、都わかんない。え、だから、都で、例えば誰かのプロの船にそれぞれが乗って、はい、あ、そういう対決でもいい。大掛かりなやつ。まあまあ、船2台借りれるかな、私。いや、もう PR ですって言えばいいじゃん。あ、なるほど、 PR です。そうです。ね、あ、でもさっき水野さん言ってたのにな。水野さんか。視線置くとこ、置くとこ。いつ気づくかな。どうしたんですか。褒められに来ました。褒められに来ました。どうですかって、はい、いや、素敵だと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。違います。ちゃんと動画を撮りに来たんです、はい、あ、そうなんですね。これはあの、フルフッキング TV ですね。はい、フルフッキング TV。 お久しぶりです。お久しぶりです。陸上王の石木さん、うん、あ、そうだ、そう、はい、僕はあの、ね、間近で見てたんで、そのなった瞬間、確かに、はい、ちょっとその時の感想聞きたいんですか。いや、もう素晴らしかったです。本当にバスプロでした。いや、僕も多分ね、あそこでスピナーウェイトとシャッターウェイト その魚の反応の違いをあそこまで多分きちんと使い分けられなかったと思うし、はい、その1本で満足してこうね、バーって舞い上がらずにちゃんとこう貪欲に2本目をその時を捉えた感じが、時を捉えた感じがもう本当ね、感動の決勝戦でしたね。だから僕もやっぱり今霞で2023年始まって多分15回ぐらい釣りに行ってるんですけど、1匹しか釣れてないんですよ。で14で越してしまうんで、ババさんでも僕でも、なのでもうそのような状態のフィールドでやっぱり魚を釣るっていうことだけでも本当に僕はすごいことだなって思うし、そのやっぱ2匹釣るっていうのは再現性っていうところまで見えての戦略だと思うんで、非常にハイレベルな一木さんだったなと思います。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今からマグロの解体ショーがあるらしくて、ちょっと今から行こうかなと思います。ちょっとね、頭の先は少しだけ筋があるので、炙りそういうので食べれば美味しいです。あと頬ね、こう皮をね、マグロが解体されてるよ。もしくは2個みたいな食感でね、全然見せる。なんかめっちゃいいの持ってる。あ、フルフッキング TV のスキッパーメンバーシップ中骨に沿って、何お寿司、お寿司水揚げなんで身が厚かったんでね、お願いします。そうなんだけど、ネギトロだって、うまそうなんだけど、あ、最高じゃん。加藤さんがうろうろしてたんですか。
解体ショー見に来たんで。あ、これ終わった。もう終わったんで、撮り終わったんで。見てました。はい。で今からちょっとネギトロ食べに行く。おぉ、いいね。あんの食べれる。あ、食べる。カタさんも一緒にネギトロ食う。お裾分け寿司。ひっくり返ってしまったけど。いいですか。すいません。いただきます。すいません、いただきます。はい、加藤さんがアマゾン用のルアーを作ってくれるっていう。作ってくれる？作ってあげる。作って。マジでワンオンで。ありがとうございます。2個ぐらいですね。2個ぐらい。もう今皆さんが証明。ありがとうございます。トークショー1日目2日目と、計4回のトークショーが終わりました。お疲れ様でございました。ちなみに今日はですね、昨日はちょっとチャイナっぽいワンピースを着てた、白のねワンピースを着てたんですけど、今日はあのボックスの色と合わせてブルー、そして黄緑の靴下こんな感じの衣装で今日はやってきました。で今からね、セイナさんがこっちに来るっていうことなので、ちょっと合流しようかなと思います。セイラさんが来てくれました。噂の？なんで鏡チェック、分け目チェック、鏡チェック。髪の毛さっき風でやられたから。ああ、なるほど。セイラさんがね、裏に来ていただいて、さっきトークショーを遠くから見ていただいて、あれ今日水色の人じゃん。今日水色の人なんですよ。あのやっぱドカッとと合わせて、なんか、同じ色、そう、靴下はあの色にしてるし。この後は何するの？もう私終わったんで。あ、そうだ、自由です。なのでシェナさんにくっついていこうかな。シェナさんは何か予定あるんですか？ノープランで、じゃあついていこうかな。あと1時間早い。ちょっとシェナ姉さんとおすずに会いに行こうかな。二人とも同じようにカメラ構えて。おすずいるかな。おすずがいるかな。おすずどこかな。さあやってきました。 A6 号館 A で、セイナ先生6号館の A です。なんかぼやけてんな。なんでかな。あ、簡単
にちは。お久しぶりです。キング TV 登場は初。あ、初です。あ、そっか。YouTube。 あ、 YouTube です。あ、ごめんなさい。あ、ありがとうございます。今年はあの大会行きます。あ、一応日程決まりまして。6月4日に。あ、ちょうど僕6月4日誕生日なんで。え、マジっすか。嘘です、ごめんなさい。嘘かい。嘘なんかい。行きます。え、ぜひ開けときます。はい、お願いします。はい、じゃあその時に。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。村上ご夫妻が、ありがとうございます。村上ご夫妻、わーい。そう、そうなの。綺麗、いいやつ。綺麗なやつ。せいなさんが今から、はい、孝太郎さんに、はい、あと大輔さん。そう、大輔さん、大輔さん。青木大輔さん。青木さんに会いたいから。じゃあ、どうしましょう。あ、こっちじゃないのか。三号館なんで、あっちっす。あっちか。はい、今からじゃあ三号館に行きます。台場で D。 青木さん、陸上を見ていただけますか。これ公式の、公式の優勝されてました。ありがとうございます。シャダーかなんかで2月ってました。はい、あ、そうなんだ。ちゃんと見てください。ちゃんと見ていただいて。認知されてる、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。写真いいです。これ YouTube 使えるも大丈夫だ。あ、全然。英語お疲れ様です。じゃじゃじゃーん。もう何にもなかった。収録時半に店じまいしました。店じまい早いです。疲れました。疲れました。え、もう V 差しはやってないんですか。めっちゃしました。もうやってない。追いつきました、 V 差し。ザップブースです。多いかたぶん、これが気になります。マイクロブレディ、すごい、これ欲しい。ニュー、やっと、やばい、電池ないわ。やばい、よかった、最後に撮れて。なんかすいません、わざわざ来てもらえた。三千里してたから。これ何なの。これフルフッキング TV です。あ、自分のね。はい、あ、すごい豪華、すごい豪華。元気さん、ゆうさん、そして社長。めっちゃいい。ありがとうございます。これだから何撮るの。フルフッキング TV、 カレンちゃんがやってる YouTube らしい。フルフッキング、フルフッキング。ありがとうございます。はい、ということで大阪フィッシングショー来ていただいてありがとうございました。コラボ商品の、ドカットなんですけれども、お近くの販売店さんに、ご注文していただくという形になります。で、近くの販売店さんは、下の動画の概要欄にリンク載せておきますので、そちらからぜひぜひチェックお願いします。で、注文期間が一応今月いっぱい、2月いっぱいとなりますので、たくさんご注文お待ちしております。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。おじゃのー。